最近すっごい思うんだけど、家に物が溢れているとバッグもだいたい同じ感じじゃん。だいたいそうだと思うんだけど、いやバッグ重くない？そこの小さい世界にも家で起きてるのと同じ現象が起きてると思うんですよ。出かけた先で使うかもしれない、心配で全部入れていく、バッグ重、家でも全然使わないのにいつか使うかもしれないと思って残したりしますよね。あれのバッグ版よ。使わない場合多くない？メイクポーチがっつり、水筒とかはしょうがないけどさ、何がそんなに入ってるのって場合ありますよね。心配か。それにしても大丈夫な場合ってありますよね。使う時もあるかもしれないけど、使う場合が大半ってものがバッグに入っていたり、いや絶対ありますよね。それでも心配か。心配しようか。そこは絶対に改善できると思うよ。旅行でもその辺にお出かけする場合でもバッグが軽いってのはいいよ。身軽なのって最高だと思いますけどね。だってさ、バッグ重いとデメリットは結構あると思うんですよ。まずもう姿勢悪くなっちゃうと思うんですよ。体に負担がすごいんです、すっごい肩凝っちゃうんだけどと言いつつ、それ絶対バッグが重いからだよって言うと、いやそれは違うと思うんだけどね。いや普通に持ててる重さだと思うけど、それが毎日毎日何年も積み重なると違うんです。普段の疲れの溜まり方も違うと思うし、毒のように体に効いちゃってると思うんですよ。毒消し飲んで、それでさ、お出かけの最終バッグが重くてなんか機嫌が悪くなってきて八つ当たりされたりしたら、パートナーがかわいそうじゃん。そういう人って結構もう心配するんだよね。例えば車で出かけるとして、おっきい荷物最初持ってくるじゃない。まあ車移動だし、まあいいかななんて思うんだけど、ショッピングに出かけるとして、そのおっきいバッグそのまま持とうとするんだよ。え、それ持ってくの？おっきいおっきい、そんなに持っていきたいの？今からショッピングだよ。仕事行くんじゃないんだよ。仕事ならさ、お弁当と水筒と、まあ、仕事道具とその他もろもろ入ってるから大きくなっちゃうのは仕方ないかなと思うけど、今からショッピング、もしかしたら何かを買うかもしれないの。増えるの、いろいろ見て回るの、歩くの、そんないる？財布じゃなくて大きい貯金箱持ち歩いてる。え、予備校生？東大受験すんの？図書館で勉強するのかってぐらい持ってるよね。大抵の男性は見るに見かねてそのバッグ持ってあげると思うんだよ。肩から落ちるのすっごい直して重そうにしてるからね。いや大変そうやん。重いって自覚あるやん。そんなに言われても持ってきたいなら、それならポーカーフェイスでいてよ。表情に出さないで。だから言ったじゃん、疲れるだけじゃ中のもの使ってないよね。そんなに心配？なんかサプライズのプレゼントとか入ってたらそれはごめんだけど、なんかその場所を抑えてるならごめんだけど、いや女性を責めてるわけじゃないんですよ。でっかいリュックで買い物してる男子いるしね。仕事帰りとかパソコンが入ってるとかだったらいいけどさ、女の子の持ち物を一つにまとめてあげる、中に入れて一つにまとめてあげるだったらそれはいいけど、何を入れてるの、このキャッシュレスの時代にさ。バッグの重さの原因トップ3に入ると思うんだけど、財布重くない？そういう人は家で起きている現象がバッグで起きているように、バッグよりもう少し小さい世界、財布の中もぐっちゃぐちゃ、そういう可能性が高いです。小銭重い重い、入れっぱなしかな。小銭キャッシュレスメインでもう小銭なんか全く出ないならいいけど、そういうお店ばっかじゃないしね。キャッシュレスを導入していないお店もあるし、僕の美容室もキャッシュレスをね採用してないんですよ。僕はキャッシュレスメインだけど、時々どうしても出る小銭は別の場所に貯めているんですけど、最近も貯まった小銭半年ぐらい分のね小銭を特殊な友人のルートを使って換金したんですよ。換金したんですよ。だって銀行って手数料かかるからね、両替に結構な数になっちゃってたから。そうしたら半年間の貯めた合計が5346円だったの。めっちゃ多くない？臨時収入としてはいいよね。小銭をねバンバン使っていくタイプならいいけど、重いだけ、重りなのあれは、もうほぼ重り。そう考えるとキャッシュレス化になっていることは、身軽に出かけられる、お財布を軽くしてくれるにはいいですよね。まあね、バッグを軽く軽くなんて言っても子供がいたりとか、まあ様々な事情あると思いますよ。でもそれにしたってっていう場合もあるでしょ。改善できる余地があると思います。そういう方はね、大抵家も大変なことにはなっていると思いますけど、家の片付けがめんどくさいなら、まずはバッグの片付けから、バッグ重い問題を解決してみましょう。それもめんどくさい方はまずは財布から。
それも面倒くさい人はもう知らない。そんなやつは知らない。そんなやつの人生はどうでもいい。あ、これ映画のカイジのね、利根川香川照之さんのセリフですからね、僕のセリフと思わないでね。財布やってバッグやって家の片付けもしましょう。改善できるところから改善していきましょうね。よろしくお願いします。はい、行ってきます。いらっしゃいませ。